前回の100回記念会いかがだったでしょうか。100回記念の中で生まれた武者のプリズムコレクターは各種音楽サイトで配信中ですので、よかったらぜひ皆さんたくさん聴いていただけたら嬉しいです。というわけで、100回記念でドラマの脚本を書いて、その中で生まれる音楽の歌詞を書いてみるということに挑戦してみました。どういう経緯で始めたかっていうとですね、軽くご紹介しておきますと、友人たちと飲んでいる時にアイドルになりたいという話を聞いて、それラジオでやったら面白いんじゃないかなって思ったのがきっかけでした。ラジオでやるんだったら、ただ歌を発表するだけじゃ面白くないなと思ったので、ドラマを作ってみました。ラジオドラマにもずっと興味があったんですよね。まあもう本当その話を聞いて3日ぐらいで脚本をバッと書き上げて、で、その脚本に合った歌詞を考えました。同僚にその歌詞を送って曲を作ってもらうという流れだったんですね。だいぶ気持ち悪いステップで、上司からあの歌詞が送られてきて曲を作るっていうのにね、まず賛同してくれた花井さんがすごいなって思います。そしてその後、僕一人で喋っている音源を作ったんですよ。ドラマを完全に一人で、僕がピポポもやるし、おののもやるし、マネージャーもやるしっていう音源を作って、音楽の方は花井さんが歌ってっていう仮歌を作って、で、一人一人スカウトしていくっていう形をとってたんですけど、知り合いからおじさん一人でピポポピポポ言ってるドラマの音源を受け取って、その収録に参加してくれるっていうね、稀有な存在が5人もいたことによって、この企画は成立しました。本当に人に恵まれていないとできなかった企画だなと思っております。というわけで、本日はその企画に参加してくれたクレイジーな5人、武者のメンバーがゲストとして来てくれています。武者のメンバーにはいろいろね、僕が一人でやった音源を聞いた感想だったり、レコーディングをした感想だったり、そういうのを聞いてみたいと思います。それでは参りましょう。DJ シカのムシャムシャラジオ。こんにちは。趣味を何でもむしゃむしゃ、DJ 石川です。本日のゲストは、前回の放送で鮮烈なデビューを果たしました、このアイドルです。むしゃむしゃラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。せーの、私たち、むしゃです。むしゃむしゃ。せーのの位置おかしい。せーのの位置おかしいですね。はい、もう一回やりましょうか。むしゃむしゃラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。私たち、せーの、武者です。武者武者。はい、決まったってことでいいですか。はい、はい、というわけで、前回の武者ラジの放送100回記念で鮮烈なデビューを果たしました武者のメンバーに来ていただきました。オープニングで軽くどんなことがあって、こんなことをやっているのか話してますけれども、ラジオなんで5人一気に喋ると分かりづらいと思うので、順番にメンバーを呼んで話を聞いてみたいと思います。まずはグループのリーダー、今今に話を聞いてみたいと思います。はい。なんでこんなことを、このラジオドラマからデビューっていう、しかもサブスクで全世界配信までするっていうことになったかというと、そもそも今今が、私アイドルやってみたいんですよねみたいなことを言ったのがきっかけだったよね。そうですね、アイドルやってみたかったんですそう、今今とアキギャと話しててアイドルやってみたいっていう話をしてて、今今とアキギャとプロデューサーでシーシャ吸いながらアイドルやりてえなーってなってそっか、シーシャ吸いながらですか。シーシャ吸いながらアイドルやりてえってなりました、うん、じゃあ俺台本書いてみていいって言ったんね。早かったですね、うん、多分1週間ぐらいで台本書いてるもんね。弱ですね、はい、うん、でも私シーシャの吐く煙とともに、あ、メンバーはじゃあアキギャとピポポとヒミコまではもうすぐ決まったんですよ、うんうん、もう一人足りないそうだね、どうしよう、やり直さなきゃやり直さなきゃそう、やり直さなきゃってプロデューサーが連れてきたのが、まさかのビッグネーム、オノノがね、オノノやってくれると思わなかったですね、はい、オノノがね、オノノにもまたね、どういう経緯で入ったのか聞いてみたいなって思いますけど、やりたいなって言って、まあ、形になりそうだぞってなったわけじゃない、はい、で俺から台本が送られてきたじゃん。こんなことだよねって言って、まあ、台本と仮歌が送られてきた状態だったと思うんだけど、はい、アイドルになりたいっていうだけで、そっから音沙汰が1週間ないまんま、いきなり台本が送られてきたじゃん。どう思った？いや、もう台本の
こう石川さんが一人で台本読む。そうだね、俺の仮で全部入れたバージョンね。全部入れたバージョンがもう面白すぎて、あ、これはいけるなと、うん、あ、私アイドルになれると思いました今のなんで笑った慣れたもんね、実際ね。そう、慣れました、そう。この配信されてるってことは、もう現時点で皆さんアイドルってことだね。そうですよね、うん、そうそう、みんなアイドル。せーの、武者です、武者武者ね、2分前に考えた挨拶がこんなに合うんだね。そうですね、うん、相性はいいってことだよね、メンバーね。今今のキャラクターについてはどう思いました？はい、自分に似てる？それとも自分と違う部分とか。そうですね、自分と違う部分。あ、もう、もう今同じ部分も違う部分も。なんか多分、石川さんは今今は多分私のことをイメージして書いたなっていう、そのなんか思いが台本から伝わりました。うん、当て書きの部分もあるもんね。そうですね、私ですね、今今は私しかできないと思います。うん、今今こと今井倉庫は。今井倉庫。今井玲ちゃんです。今井は今井玲ちゃん。そうだった、そうだった。お母さんの話しないで。そうだね、あの収録の直前に名前がそうですね、変わりましたね、うん、令和っ子が今井倉庫ありえないって言って、お母さんの話しないであのまさかのスピンオフができるっていうことになりましたね。大声しましたから、はい、そうですね、うん、いやでもあのなんかアイドルになりたいとか、あのこれやってみたいとかって言って、うん、なんとなくこうふわーっと今まではふやーってなってたんですけど、うん、この期間でアイドルになれると思わなかったんで、もうこれはちょっと続けたいですね、アイドル。もう皆さんからの再生数次第で、そうですね、この2曲目が出るかどうか。いやもうだって2曲目のでパワーワードも決まってますし、ね、そうだねイメージももう決まっちゃってるんで、なんか決まってはいるよね。そうですね、どうしよっかな。じゃあみんなのサブスクで配信してる曲が1000回再生されたら2曲目考えようか。おー、せーの、武者です、武者武者現時点で超えてるかもしれないしね。そうですね、うん、確かに。じゃあちょっとこう実際にやってきたことを聞いておこうかなと思うんだけど、ドラマ収録、はい、音声ドラマ収録って初めての経験ですよね。初めてです。どうでした？あの事前にこう石川さんが倒れて来れなくて5人で合わせた時にもう手応えは感じてたんで、うん、今日の収録はもう余裕でした。余裕だった。はい。え、なんで笑ったのなんで笑った、おのちゃん、みーちゃん、なんで笑ったのレコーディングは？レコーディングは初めてじゃないんだよね。あ、レコーディングはそうですね、あの、うん、2回目です、うんはい、どうでした2回目のレコーディングは。あ、そうですね、2回目のレコーディングはあのなんででしょうね、今今って令和の令和っ子なんですけど、うん、歌ったらなんか浜崎あゆみっぽいみたいな言われたりして、ちょっとなんか、うん、そっか浜崎あゆみさんかと思いながら、ね、でもそうですね、最後は今今でちゃんとできました、うん、5人でミックスされてるから聞いた人たちはその感じはしないかもしれないけど、今今単品の曲はもう浜崎あゆみだったよね。作っていた、あ、違う違う違う、あのユニットでもいいですよ。今今単品で歌ったそのレコーディングの時、今じゃせーの、武者です、武者武者合わせてきて、合わせてきて、ちゃんとリハしてきてよ違う、今今単品の曲を作るよって、ソロデビューだよって話じゃなくて、レコーディングの時に今今一人で歌っている時があゆみたいだったよっていう話をしてるだけで、すごい早とちりで最短ソロデビューしようとしてるじゃん。そうだし、今じゃからの武者ですわ、人がなってなったもん、今なってるしね。頑張ってみんなをつなぎ合わせてデビューしたっていう今今が最速ソロデビュー狙っていくっていう、武者のためですね、うん、全てはくっそ踏み台にしてる、武者です、武者武者、もう武者武者してるの2人になっちゃったじゃん気持ち最速で離れてってるよ。いや、言いましたか、ちょっと10分も戻ろう、なんかやってもうまくいかないそうね、俺のインタビュー内容のところにあゆになっちゃう問題って書いてあるもんな。なっちゃってました、なってました。はい、ありがとうございます。ちょっと次のメンバーに聞いてみたいと思います。ありがとうございます、はい。またね、この人もいないとこの企画自体が成立しませんでした。白秋から来たお肉大好きこの方です。はい、秋谷です。もうね、本当この人がいないとプリズムコレクターは完成しなかったんだけども、なぜかというと、はい、もう曲自体は作曲は全部秋谷がやってるんですよね。そうですね、うん、まあ
仕事上の関係じゃないですか、そもそもは。もうほぼ友達みたいな状態だけど、はい、仕事上の関係で、はい、あの歌詞がいきなり LINE されてくるってどういう気分なんですか？だからその C 社の時に、うん、始まるぞこのプロジェクトが、で曲は私に降ってくるだろうなってところは分かっていたし、そのアイドルグループのコンセプトも分かったから、まあ思ったより短い1週間弱ぐらいで全部石川 P によるトークが送られてきて、うん、ドラマパートとこの後に続く歌詞がこれだよっていう風に渡したんだね。はい、ドサッと送られてきて、まあ、歌詞見る前にドラマ聞いて、ふむふむこういう世界観からの、まあ、自分が曲を作るという体で歌詞を見た時にものすごいメロディーが降ってきたんですよ、うん、おあ、もうじゃあ悩まなかった？悩まなかった、全然悩まなかったです。歌詞見て、あ、オッケー、これが A メロでここがサビですねっていうのを把握した時にもうサビのメロディー聞こえたん でしかもそれが名曲だったんで、うん、わやっちまったなって思って、やっちまったな、はい、もう全然曲作りは悩まなかったです。あ、そうなんだね。見えました、メロディーが。もう順番に出てくるもんなの？サビがそう一番最初に生まれて、うん、曲はそうじゃないですもんね。そうだね。そうですね。だからメロディーとしてはサビから作りました。いやだって、ね、セリフがあるんだもんね。セリフもありますし、やっぱりサビが良くないとアイドルじゃないと思ったんで、やっぱピークをサビに持ってきたくて、良いサビ目指してから A メロもラップも埋めていきました。うん、いやすごい結構ね、いろんなテクニック入れてんだよね。あのオケだけで聞くとね。そう、うん、あのなんかいいヘッドホンとかいいスピーカーでボリュームめっちゃ入れて聞くと、うん、こんなところにもこんな音がみたいな風に仕上げてますね。それぞれのセリフのところとかね、イメージした音が入ってるよね。ちゃんと入れてます。わー、ちゃんと何度も聞きたくなっちゃうなー今今サブスクで聞くときとかはね、あの1曲リピートをして聞いてもらえればね、ずっと聴けるからね。いや本当に立ち位置とか変えて聴いてほしいぐらいです、うん、じゃあドラマパートの部分なんだけど、はい、アキギャというキャラを渡されたときはどう思いました？なんかいや私は今でしょって思ってたんですけど台本読んで、うん、なんかそういう人生だったんで、うん、そういう人生だった、そういう人生だったで、まあ、うん、繰り返してた。そうなるのかなって思ってたんですけど、いやアキギャだよって言われた時に逆にと思いつつ、なんか2秒後ぐらいにはめっちゃ腑に落ちましたそりゃそうだってすごい納得がいったし、血に合ってました。合ってた、はい、あでもそうだよね、確かにキャラクターはめっちゃ合ってるなって思ってたよ、収録しながら。でも石川 P は台本書いた時に、うん、アキギャが私って思ってなかったですよね。そういう風にキャラ設定してなかったですよね。全然思ってた。アスアスアスであればアスアスじゃあもう血に合ってますよねそりゃね、血に合わせて作ってくれた。いやでも白亜紀出身のキャラクターをやりつつ楽曲までやっちゃって、楽しいポジションをやらせていただきました。いやこちらこそありがとうございます。レコーディング自体はどうでした？もう自分が歌うっていうのは慣れているとは思うんだけれども、はい、まあまだ作業中だと思うけど、はい、5人で歌ってる曲をミックスするっていうのは初めての経験だよね。うんうん、初めてです。いやでももうびっくりするぐらいみんなが天性アイドルで、うん、歌の素質があったのでまあまあまあすごい、全員まんざらでもない怖い、誰も謙遜しないの。5倍楽ちんで、うん、すごい余計高み目指しちゃってます。じゃあ1000回再生されたら2曲目考えるけど、うん、1万回再生されたらステージ目指そうかね、うん、そうなりますね。お、今がやる気で、お今もピポポもやる気だなで完全に巻き込まれたなって顔しているおののとひみこ、はい、ありがとうございます。アキギャでした。はい、でももうそもそも C 社で話してる時からこの人の加入は勝手に決まっていました。ちゃんと喋れるのかどうかあれですけど、この方です。ピポポです。喋るピポポです、ピポポです。ここにもアユっぽいアイドル全員アイドル、勝手に巻き込まれる形でもう決定済みとして声かけられたでしょ。あ、そうですね。それはもう何、全然受け入れられた？あ、アイドルドラマやるんだ、オッケーみたいな。あ、そうですね。
あ、うん、やるんだ、うんって感じ受け入れ体制半端ないなすごいね。はい、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 今いいですか、はい、今はピポポと結構アイドル追っかけてて、うん、アイドルなりたいねって話してました。ああ、してたんだ。なんかやるんだ、うんじゃないです、多分前伸びてやっぱりピポピポだやろピポ。でもなんかここまで進んでると思ってもなかったんで、やりますってなってすぐ台本と曲が送られてくるっていうね、はい、仮歌がね、ここまで本気だったんだそりゃ、そうだよね。そんな大きいってなると思います。ね。この時点で3人簡単に集まるっていうのがすごい話だよね。でさ、うん、じゃあ、キャラが決まってから聞いたんだっけ？それとも、聞いた後に聞いた？聞いた後に聞いて。あ、聞いた後にキャラを聞いた。あの、ドラマ、仮ドラマを聞いた後に自分が何役かを知ったっていうわけでね。そうです。え、聞いたとき、ドラマを最初に聞いたとき、役分かってない状態で、何役やるかなって思ってた？でもピポポはないだろうなって。当て書きなのに。ピポポじゃないだろうなって思って、ひみこか、小野小町かなって思いました。うん、小野のこと、フルネームで言うあんまいないね、やっぱ。ピポポは違うね。うん、で、蓋開けてみたら、はい、あなたはピポポですってなったわけじゃない？はい。どう思いました？私にはできないって思いました。私にはできないからの、ドラマパートの収録の一番最後のピポポ、うん、できないと思った人のピポポではなかったよね。本当にすごいです。でももう何回言ってもちょっと笑いそうになるのを、乗り越えてやっとそこに、うん、そうだね、笑ってましたね、うん、最後に笑って、まあ、何よりも一番最後メンバー全員笑って演技ができないっていう状態に陥れ上がりましたからね、うん、あれはもう陥れたよね完全にね。で、ドラマの収録自体も初めてだったじゃない、はい、その辺はどうだった、難しかった、セリフ覚えられたセリフはもうピポポしかなかったんで、うん、なんか他のメンバーよりかは全然楽かなっていう感じではあったんですけど、うん、覚えてから現場入りしたもんね感情がちょっとピッポから読み取れなかったのでどう表現したらいいかなっていうのを悩みました、うん、キャラ作りみたいなのしたんですか。キャラ作りはそうですね、私の中の小さいピポポがいましたリトルピポポがね、ピポポが小さいピポポがピポピポ言ってますけどね。でしピポポなの、さっきあのお尻でエアコンのピポポしてましたね周りがピポポにしてくれてるよね。すごいね。いや、すごい。未来のパワー。ピとポだけでできてるサイレンが、ね、すごい持ってるんだね。レコーディングはどうでした？この曲歌うんだよって渡されたじゃない？この曲のそのプリズムコレクターはどうでした？最初聞いた時。あ、もうめちゃくちゃいい曲だなって思って、うん、何でしょう、そのセリフ部分とかもあったりしてそこをなんかちゃんとできるかなっていう不安もありました、うん、ね、2代目来たよねうん、その普段からアイドル好きじゃないピポポは、はい、アイドルソングとしてはどうです？もう何でしょう、逆に新しい感じがしました。新しい感じがするんだ。もう結構ガチでアイドルソングど真ん中狙ったつもりだけどねそうですね、もうあのヒットストライクゾーンど真ん中な感じだけど、ね、まあでもあのこんな多種多様なキャラクターのセリフとかもあるし曲の構造的には新しいのかもしれないし、そういう意味で私は曲を作るときに誰がどのキャラクターになるか全然分からなかったけど、ピーポポのパートは結構半笑いで作りましたね、アキギアバージョンのピーポポあるからねそうですね、楽しくて美味しいなって思いながら作りました。そうね、うん、難しい役どころありがとうございました。 ありがとうございました、はい、はい、というわけで加入順で呼んでいくと次のメンバーがこの方ですね、占い師ひみこです。ひみこひみこすごい人気だねひみこはもうやること決まってオファーオファーでしょ。もうやること決まってますね、うん、もう決まってるけどいいよねっていう感じだよ ね、 そうですね、その一応あの確認はされました。そうだよね、ピポポは決定だったけれども打診ではあったよね。打診はされました、うん、でも聞き方がアイドル興味あるっていう、うん、なんかはい、家でなかったです。
うん、あります楽しそうですねっていう返答しかしてないんですけど、うん、そうだ、はい、入れていただきました。うん、で入ること決まって、石川オンリーバージョンのドラマパートと秋ギャの仮歌バージョンの曲を一気に聴かされてっていうので、はい、聞いた時に、それぞれ聞いた時にどう思いました？まずラジオ、ドラマ、ドラマ、うん、ドラマは普通に笑っちゃいました、うん、ピポポが強烈帰りも一人で笑いながら帰るぐらい。そうだよね、残っちゃいます。しかもみんなが最初に聞いてるのって石川バージョンのピポポだからね。そうなんですよ、シュールで、ね、石川さんが一人で全部ピポポ言ってるんで、声色変えてね、やべやさいや本当ね、どんな顔してやってんねやろ。あの撮ってる時と編集してる時、その仮音源として編集してる時、何やってんだろうなと思ってたもん俺も。みんな思ってたね、何聞いてるの、何を聞かされてるんだろうと、何やらされるんだろうだよね。それによく付き合ってくれたよね。ひみこっていうキャラはどう、自分に合ってると思った？まあ、そうですね、この5択だと一番合ってるかなと思います。ひみこキャラだなと思います。願った役になれてるっていう。そうですね、ありがとうございます、うん、よかった。その初めてのドラマ収録、レコーディングはどうでした？レコーディングは本当に本格的で、うん、東京ドームでしたね。そうだね、みんな収録するとき、レコーディングするときにヘッドホンした瞬間に全員東京ドームだって言ってたもんね。自分の声を聞くことがなかったので、うん、今まで変な感じです、ね、いい経験になりました。いい経験になりました。あ、それはよかった。ありがとうございます。で、問題はおののですよね、うん、はい、はい、そうですね、はい、おののさんです。おののさんは4人メンバー決まってアイドルやろうねってなった時に、あ、それやるんだったら私もやらせてくださいって言って手挙げてきて入ったんで、ね、うん、違う、違う、ね、あれ一人空いてるんだったら私にやらせてください。違う違う違う、結構前のめりでしたね。そうだよね、はい、私しか、うん、アイドルやれるのは私しか。ご七五でね、違いますよ、うん、違ったっ、逆にもう騙されたか。騙されたって認識なんだ。話をしてたのに、うん、なんかいきなりアフレコ興味あるって言われて、うん、なんかハガレン関係のなんかアフレコの体験できるのかなと思って、うんうん、興味ありますって言ったんだよね。言いました、うん、じゃあ LINE 送るねって言われて、うん、そこで LINE 交換だしね、まず。そうです、そうです、うんうん、何も知らずに、もうメンバー決まってることも知らずに、うんうん、あ、アフレコ興味ありますって言っただけなのに、うんうん、で、LINE 交換して家帰った後にいきなり LINE 送られてきて、あの YouTube のリンクと仮歌のリンクが送られてきて、なんか怖っ。その引っかかってたのは、あのアフレコ興味ありますって話をした時に LINE 交換して、で石川さんがさり際に歌の練習もしといてねって言ってくださってたんですよ。何のことだろうと思って、誘って練習しといてって言われたんですよ。すごい、何のことだろうなと思って、すごいプロですね。言う練習しときなよ。いろいろ送られ、うん、送っていただいて、うん、送られって認識だったのね。はい、まあその状態で送られて、おじさんが一人で7人分ぐらいの役やってるドラマを聞かされるってなかなかの衝撃体験だよね。そうですね、うん、そうですね。なんだこれって思って、うん、ようここにいるね。ありがたい、ありがたい。いやでも本当にこの収録とかみんなで集まるまでは、どうやって断ろうかな。はいはいはい、そうだ、思ってた。まあ、そうだね、あの何の違和感もないね。ちょうどその日飲み会があるから、うん、あ、その別の日も飲み会があるとか。念のため聞いといていいですか？はい、後悔はしてないですか？あ、でも今となってはすごい楽しかった。ああ、よかった。よかったなと思います。あぶねえ。あぶねえ。神人だ、神人だ。問題伝えますね。次回の貧乏になります。釣り方に問題ありますよ。何度もやり直す。ね。あります。あぶねえ。人事案件になるとこやった。でも、おののが一番そのまんまでおののでしたよね。そうだね。あ、上手だったよね、ゴッシゴのところもね。お歌もなんか、うん、いや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 、アイドルだったよね。そのままね。これは何ハラスメントになるんですか？アイドルハラスメント。アイドルハラスメント。そうだね。あの、しかもかなりギリギリのラインだよね。そうです。VAR 必要だよね。あ、でも多分線
乗ってない乗ってないの乗ってないのにゴールしたことになってるの。魔球魔球、ね、すごいね。誘った時の様子 VAR で見てみましょうってなったらね、うんうん、あーあー超えてますね。なのに飛んで入ってんさ。さすが今今ちょっと抜いてるありがたいね。でもレコーディングやってドラマ収録やってって今順番でやったんだけど、撮ってみたらこのメンバーじゃなきゃ撮れなかったよねって思っているので、うん、俺は良かったなと。当然俺は良かったなと思ってるんですけど。良かった、意識がいいならもう、うんね、そうそう、私も楽しかったです。良かったです。こんな声も違って、うん、本当声のトーンも喋る時も歌う時もそうか、5人いれば5人こんな違うんだっていうのをなんか めっちゃ実感して、キャラも違うし、うん、すごい楽しかったです。良かったです。楽しかった。1回でやってみたいです。あのじゃんけんで勝った人から好きなの選んでやって違いいいね。撮ってみる、この後。あ、やりましょう、うん、やりましょう。私もあの、ゆみちゃん狙い。あの、全員から感じるピポポだけは嫌だっていういやいやいやオーラを感じるんだけど。最初に選ぶのはどうかね。ねえ、私のピポポ可愛がってよって思うよね。生まれ変わっても可愛がってもじゃあなんかいろいろこのインタビューの間に言ってたけど、次があるのはあるんだったらあっても賛成な人挙手。はい、いいんじゃないですか。全員挙げてる。せーの、武者です。武者武者ちょっとずれてきてるよね。あ、でもまあ2曲目を作る分には全然みんなでのね。じゃあさらに1万回行ったらステージだって言ってたけど、ステージに立つこともありだぜって思ってる人。それは内緒かな内緒なんだ。それは内緒かな内緒なんだね。内緒、それは内緒。だから今のところ今説得できてないもんそうだね。でも何度だってやり直す今が前向きならなんとかなるよ。もう今次第なんで、今が気に入らんかったら戻っちゃうんで、うん、何度でもやり直されるからね。もう大多数の意見変えてないんで、はい、来年の目標はじゃあステージに立つ。そうですね、もしくは2曲目というね。びっくりされないように頑張んなきゃね。ちょっとそれは内緒かなっていう受け答えを初めて聞きましたね。なんか年齢とか聞いたわけじゃないんだけど、ね、そう、うん、ファーストキスはとかね、うん、そのグループ活動の展望。アイドルです。アイドルです。はい、キスのキスのキストークの年齢もの、あ、国籍も変わった、はい、すごい今もうという、これ通常のムシャラジとは全然違う回を2回続けて年末にねやったわけですよ。でしかも次回のムシャラジは1周年記念会なんで、このムシャのメンバーからも石川に聞いてみたい質問は募集して来週トークできればなと思います。というわけでもう一回このムシャのメンバーたちの曲が聴きたいとか、ゲストに出てるとこ見たいとか思ったら、ぜひ前回と今回をシェアしていただけたり、友達やご家族、お正月に実家帰ってる時にこんな面白いものが東京にはあるんだお母さんみたいな感じのシェアをしていただけたらなと思います。というわけで本日のゲストはムシャの5人でした。ありがとうございます。せーの、ムシャです。ムシャムシャ、ありがとうございました。ムシャラジ、身内乗りな感じがね、過去一すごい回だったんじゃないかなと思いますが、ドラマパートの収録が終わった後、レンタルルームでみんなでインタビューをしてきました。こんな企画によく賛同してくれたもんだなと改めて思います。この会話の中だったり、冒頭からお伝えしているこの企画を進めるために、まず僕がやった石川がピポポもオノノもマネージャーもやっている一人音源のドラマなんですけれども、もし興味を持った方がいらっしゃいましたら、アイドルをプロデュースしてみたというエントリーでノートを書いております。そこに有料で石川一人バージョンを載せておりますので、もしよかったらそちらも聞いてみてください。いや、あんま聞いてみてもらいたいわけでもないので、気が向いた方、聞いてみてもいいんじゃないでしょうかぐらいのスタンスです。
個人的にはとても面白かったので、こういう趣味を聞いていくのとはまたちょっと違う石川が挑戦してみたいなって思ったものは、またやれたらいいなと思っております。どこかでね、急にドラマが始まったり、歌が始まったり、もしくは全く全然違うものが始まったり、そういうことがあるかもしれません。よかったらそちらも一緒に楽しんでいただければと思います。というわけで、いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。ムシャラジに出演してみませんか？ムシャラジで趣味の話をしてもいいよという方、ツイッターでムシャラジを探して DM を送っていただければと思います。ツイッターやっていないよという方はメールアドレスもご用意しております。メールアドレスは、ムシャラジオ @gmail.com。ムシャラジオは MUSHARADIO です。皆様からの DM やメールお待ちしております。そして年内いっぱい1周年記念会の企画を募集しております。ムシャラジ1周年記念が次の更新でやろうと思っています。その中では皆さんからの質問について答えてみようと思います。どんな質問でも NG なしで答えてみようと思っておりますので、ツイッターやメールで石川まで質問を送ってもらえればと思います。そして1月の中旬ぐらいまでだったかな、ポッドキャストアワードの投票ができます。ポッドキャスターにとっての成績表みたいなものです。もしよかったらリスナーからの推薦作品でムシャラジが良かったよと書いていただけたら嬉しいです。最後にムシャラジは Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Apple Music、KKBOX、YouTube などで配信しています。内容はどれも同じなので使いやすいものでお楽しみください。その際、番組フォローやコメント、評価を何卒よろしくお願いします。それでは今回はムシャをゲストにラジオドラマの作り方をいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。